ヒルキ・ケンジは東京都三鷹市出身のプロバスケットボール選手である。B3 リーグのトライフープ、岡山所属でゼネラルマネジャー兼ヘッドコーチでもある。ポジションはパワーフォワード。本名はヒルキ・ケンジ・ウィリアム。身長は196センチメートル。体重は94キログラム。靴のサイズは31センチメートル。相性はヒルキング。 ファンの愛称は、ヒルキストと呼ばれる。アメリカ人の父と日本人の母との間に生まれる。小学校卒業まで米国と日本とを行ったり来たりで、過ごす。三鷹市大沢大小学校では、当時在籍していたミニバスのチームを全国ベスト16に導く。三鷹市立、第七中学校進学後、指導者に恵まれなかったため、調布市にある。 ASIJ にて練習をしていた。この練習に、現役、OB 問わず、JBL 選手や外国人選手、松井慶十郎などが参加していたとされる。在籍中学校のチーム成績は振るわずも本人は、東京都選抜チームに選ばれるなどして活躍する。中学校卒業後、米国での高校や NCWA でのプレーを夢見て、都米するも、 家族の経済的都合から帰国し、一年遅れで私立八王子高校に進学。一年時にインターハイに出場するも、二年時はチーム不振にあえぐ。三年時には現在ユタ州立大学の大型センターモードにゃーんと共に全国を狙うが、これも叶わず引退、卒業となる。なお、一年時のチームメイトに現在東京サンレーブスの井上里志人がいる。 高校卒業後、大学からの推薦を断り、クラブチーム、ストリートボール等の分野に行って活動。青木康平や岩佐純らが在籍していた FAR イスとボーラーズに入団。NY ツアーをチームで観光し、日本人初となるディックマントーナメントに出場する。同時期に JBL を経営不振により脱退したス鈴自動車銀がキャッツを前進とする。 横浜ギガキャッツにも席を置く。ストリートボールリーグレジェンドの立ち上げ当初のメンバー。ジムラッツのメンバーとしても活動。2005年、b j リーグトライアウトに参加。各種メディアにて注目選手として取り上げられるも、どこへも入団せず渡米し、LA や NY、サンディエゴ等で様々な大会に出場する。サンディエゴのサンディエゴシティカレッジにも在籍。2008年4月。 WCBL のハイデザートラトラースと契約。2008年8月、日本に帰国、BJ リーグのライジング福岡と選手契約。2009年2月、BJ リーグの富山グラウジーズと契約。2009年10月、BJ リーグの東京アパッチと契約。2010年8月、JBL のレラカムイ北海道と契約。2013年7月、 NBL 新規参入の熊本ボルターズと契約。2014年1月、八代市で行われた t b 局企画の畳投げ大会において 13.6kg の畳を9メートル12センチメートル投げるという記録を出して優勝。同年7月に開幕した 3X3 の国内最高峰リーグ 3X3 プレミアエグゼに GCO 大阪。 エグゼのメンバーとして出場。湘南ベルマーレ平塚ビーチパークで開催されたラウンド1で優勝して MVP を獲得。2014年には一旦契約解除となったが10月6日に再契約となった。2016年9月、B リーグの富山グラウジーズと契約。2017年7月、B リーグのサン・エンネオフェニックスと契約。2018年7月、 B リーグの富山グラウジーズと契約。同年8月に B リーグ参入を目指すトライフープ、岡山のゼネラルマネージャーに就任。2019年5月8日に富山グラウジーズを退団。2019年6月28日に2019から20シーズンから B3 リーグに参戦するトライフープ岡山に入団。選手としても所属し、一目着はチームの GM。 3X3 と5人制の選手の3つを掛け持つ。2019年11月21日に元安陽一ヘッドコーチの辞任に伴い、アソシエートヘッドコーチに就任し実質的な指揮を取る。それに伴い選手登録を外れ、コーチングスタッフに専念する。2020から21シーズンは正式にヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。